カリスカからビラーギクロス入ってきて誰が来るシュートー先生栗山先生マウコンが飛び込んだカリスカのクロスからマウコン久しぶりのゴール今シーズン3点目かいやいいとこ通ったなこれちゃんとねこれキーパーとディフェンスの間ですよねここはやっぱ弱点っすねマウコンが目覚めたが久しぶりにリーグ優勝に向けて大きな1点今回うんここですねカリスカキープしてでビラーギやっぱいいですねこの間ちゃんとよく間取った素晴らしい体を当てろ体を当てればいい最悪タリスカシュートービトリアス同点いやーネットの反応の遅さだなそれもうシュートコースは確実に限定してたよあそこだけ左サイドだけでねいやーネットのちょっと遅さだよな本当にいや打たせていいシュートないとかねコメントであったけどさあれしゃあないっすよもうだってもう完全に切ってんだからもうシュートコースねもうこれ取ってって言ってるのもこれはネットを攻めるしかないキープして右にするしかないのか右行くしかないのかタリスカうわあーよしタリスカとこ来たはいタリスカこれ決めようタリスカはい決めようよタリスカよーしよしよしタリスカ来たー勝ち越しタリスカが来ましたオッケーこれよタリスカエースが救ったいやーやっぱりすげえなこの男のフリーキックはこの男のフリーキックはもうチートです素晴らしいタリスカ10番のこの輝きを見せたこれですねいやー軌道がすげえもんなこれ今季あんまりねタリスカのフリーキックあんまり入ってないんですよでもこれやっぱり決めるよなこのキーパーが反応できないコースよーしよーし勝ったろよーし勝ったオッケータリスカがフリーキックで勝ちました勝ち点3獲得優勝の可能性はまだわずかに残っていますこれどんどん突き進んで 勝っていこうこれはそうデリシャンスこれ入ったかデリシャンス入ったかタリスカはい左足のシュートはキーパーセーブ誰シュートが来たよしタリスカナイスでセバルス行けセバルス行け行ったセバルス行ってリシャルイソンリシャルイソンからさタリスカがフリータリスカフリータリスカ来たよタリスカ来たよ左足シュートキーパーセーブで簡単簡単いけタリスカがタリスカ来た10番さあこの推進力はどういけるタリスカ打てタリスカ左足だビラギかうんもう一回タリスカはい来た左足のシュートビチーノあやばいやばいやばいゲーのシュートよしまだあるまだあるよしキープしたよしよしよしうわ出すなうわインターナショナル 0-0 まだ失点してないからね前回失点しましたけども今回はしっかり試合率も高められていい試合できたんであと決定力だけですねでこれ誰これ マルナスなのこれはシュート危ない嘘でしょフォルタレーダ先生オスバウド来たなんだ今シュートはいやしゃあないっすよねもうねいやあのもうフォルタレーダのシュート褒めるしかないあれはおかしいだよあのシュートなんだあのシュートが来んのよここだよねちょっとマドラスがもう1枚になっちゃったんですよこれ中盤誰も行く人いないもんこれいやでもハーフ右なんであいつ右いんのふざけんなそこじゃねえよちょっとネットお前ふざけんな本当にそれネットもうさいやもうさ俺タリスカで出したのにさなんなのそのパスは違うなんかさちゃんと強弱出して出したのよ本当にそう浮き球出してほしかったのにさもうあいつはネットどうしたのこれはここだよこれゲージマックスにしたかの俺もうルイスがかわいそうネットお前ダメだダメタリスカどこそれタリスカちょっとよし来たあげてるはい来たクロスヘリギシュートータリスカかよーし手返したオッケータリスカ来ましたよーしスパサブ入れてるからねキンテーロと伊藤ここはどう機能してくるかね後半彼らの活躍してる3点も無理じゃないじゃ伊藤よかったっすねこれねはめてギリギリでしたけどよくやったよかったでファギネルのクロスがタリスカヘリングシュート結構サバルスねこれそこ入ってくんのそこ入ってくんのわーまずいシュートはーフォルタレーザ3点目ケシェル2点なんなのこのケシェルはちょっともういや今のはねもうあれで完全あれですよこれファギネルですねこれはここでパス来ると思って中行っちゃったんですよねまあしゃあないですねこれはもうキンテロねこれキンテロからビラーギよし誰か1点取ってこいリジャイソン入ってきたフィリミーノはい来たフィルミーノ来い左足シュートよしよし行って返したフィルミーノ今季初ゴール移籍初ゴールですよしまだ10分あるからな同点だこよフィルミーノ当たりですねちょっと意外より可能性がありそうですよこれ今回はこれビラギからねクロスじゃなくてちょっとリチャーソンこれ出してみたんですよそしたら変化つけたらねこれですよね
フィルミーノはこの一発を持ってる。いや伊藤どこ行くんだよお前。よーしとった。うわー3対2フィルミーノ頑張ったんだけどな。ちょっとあそこだね、バイタル入れられてからの対応がちょっと軽かった今日はね。ビアギ、よし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 、おいハーフィーチャンスじゃないこれ。タリスカ入るよ、タリスカこれ。さあタリスカ来い、よーしよし来た、タリスカ先制、今シーズン10点目。素晴らしいフリーキック、2試合ぶりのフリーキックかなこれは。やはりタリスカのフリーキックはインパクトが拡大、やっと10点目取れたよこれ、2桁ねいやまあ大体わかるね、もうね、うん、軌道がわかりますこれは。このフリーキックでまだ優勝の可能性は消えていません。ハモよし、ファギネリ行った、ファギネリ行ってクロス入ってきて、さあイガイガヒリシュレット、イグワインも今シーズン10点目。オッケー、ファギネリのクロス素晴らしい。このパターンが多いな。イグワインもう少し覚醒してくれれば楽だぞこのチームが。アテージコミネイロ、これは上位相手です。いやこれだね、右サイドだね、やっぱうちのストロングポイントはね、うん、ファギネリのクロスがもう確実に上がってますからサイドね。イグワインは素晴らしいエディングシュート、セバーリョス、あやばいやばい、シュートー、アトレシコミネイロ1点返してきた、ヒカルド、いやヒカルドもうダメだね、あの位置に行ったら絶対1点取られる。これは分かってんだけどね、違うんだよこれ、拾ってからさ、こっからセバルスがコースキーに遅かったねこれね、ヒカルドのコース、これが問題ですよね。消してるかい、消してるかい、いやーそこへ、そこシュートー、もうコースキー伝わる、ヒカルド今日にて同点、もったいねえな。いやーここだね、ここで一回切ったんだよ、ここで切ってでもう一回来たんだよねこれ。ほらここでさ、ここまでここの切り替え遅かったですねこのカーソルの。うわーもう今日勝ち点2を失った、もうなんなのマジで、コースは切ったんだけどね、何回もあいつにリカルドにね、ヒカルドに入れてこようとするからさ、もう対応できないんですよこれ。そうそこだったらいい、別にそこの縦パスはいいけど、そこに入ってくんの、シュート、ミゲイレーセ先生、ファビアンセーラー、もう何回こいつに決められんのよこれ。もうこれだって、このパス、ほんと縦パス、ここだよね、いやここに入ってくると思わんもんな。シルバー右、よし縦、よしいけいけいけ、簡単簡単よ、シルバーいけ、シルバーいけ、シルバーシルバー入ってきた、入ってきた、よしよし、はい意外来た、意外来た、右足シュート、よしよしよし、同点、意外今シーズン11点目、シルバーのスリーパス、今日両シルバーが先発です。今日はね、いやーシルバーいいパスだね、シルバーはやっぱりちょっとね、ちょっとごついドリブルできますよね。イグアインは目覚めるか、これでこれっすね、うん、シルバーの、うん、スピードもあるしね、これラインほんとギリギリですよね、うん、全然余裕あったね、素晴らしい、中入ってきてもいい、中入ってきてもいいぞ、ビラギ、よしキープした、で入ってきて、誰すか、よしキープした、イグアイン来い、イグアイン右足、よし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 、12点目、イグアイン逆転、ナイスイグアイン、これがクイーンヤマの攻撃力、イグアインよくやった、まだ優勝の可能性は消えないのかこれでも。いやーいいカウントだったこれは、素晴らしかったね。ここですよ、ビラーギが上がってきて、でこれあれかな、イシャイソン出してこれ縦入れて、イグアインとのこのワンツーでイグアインは強烈シュートが入った、よーしよーし勝った、 OK 勝ちました、久しぶりに勝ち点3ゲット、イグアインの力はまだ健在です、これは追加点はまだまだいけるからねこれ、全然。シルバー、シルバーのキープ力、シルバーもキープ力がある、でこれフィルミン入ってこい、フィルミン入ってきて、フィルミン入ってきて、よしビチーノ、はいビチーノ来た、よし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 、ビチーノ来た、素晴らしい、フィルミンとのワンツーから来た、オッケー、これです、これだクイヤバ、ユルミーのナイス落とし、このワンツーだな、こういう形は素晴らしいね本当に。いやフィルミーのよく素晴らしいね、これですよフィルミーノの役割、これです。いやービチーノからナイスよこれ、ここフィルミーノね、この落とし最高ですよ、でビチーノと決めるだけ、頑張れ、あーやばいシュート出て、よし、いやーケラソふざけんな、おーレッド危ない、クリアしろ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 って、もうなんでもおかしいよこれマジで、クリアさせろってくんじゃないよお前たち、おーここでさ、これしゃあないっすよねこれ、まあ、丸押しててもダイレクリアできないぞこれもさいやー嘘、うわーもう勝てたじゃん今日、本当にさ、もうあれはしゃあないですよね、もうクリアさせてくんないですもん、だってダイレでねクリアしようとしてんすよこれ、もうこれは痛いよマジで、前回引き分けたかって慌てる人ないぞタリスカ、
大塚がよしよしよし、意外来た意外来た、シュートよしよし来た、意外13点目かいくわい。大塚のスルーパスから意外炸裂 OK。 あと失点しないことな、本当な、これもういい加減いいよ本当に。意外が素晴らしい、目覚めたか。これ13点って意外、これあれじゃん、キャリアハイじゃねえこれね、あまりこんな決めてないよ今まで。サントスの壁は破れました。サントス前回 4-1 で勝ってるからね、やっぱ守備がもろいですねこれね。ここギリギリを意外に素晴らしい、そこの落ち着き、これよ、ここよここよここよ、あとここあとここ、打たせていい、そこは打たせていい、シュート入ってしまった、アルベルトのシュート、いやー今シュートコース消してたよこれ、もう右だけで限定してたのに、なんであのシュート、ちょっと何これは、ちょっとさ、ここさ、ここはもうこれは見えネットでしょこれは。うわーくそー、うわーくそー、うわーサントスの引き分け、もうなんであのシュートが来んの、ほんとにわけわかんねえよ、もう後半戦マジ悪いっすね俺。いつもなんなのこれ。リシャルイソンはさあ、足りつかないって、足りつかないって、よし意外来た、はい来た意外、よしよしよし来た、意外14点目、よしもう点取ったからな、もうなしだと知ってよ、こっからよく意外取った。イグワインはちょっと今シーズン全盛期になりつつある得点数、やべえなイグワイン、これちょっととね、今シーズンの以外にほんとおかしいですこれは。ここからね、よくタリスカに通ったよこの横パス、横パスカットされやすいんですけどね。で、イグアインちゃんと抜けたよ、素晴らしいこの決定力。ペドロキープして、よし伊藤、伊藤よし伊藤行け、伊藤クロス、はい来た、ペドロシュート、よしよしよし、2点目、伊藤とペドロスパサブダブルコンビが来た。伊藤のこの仕掛けからペドロ、よし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 、このね切り込みはやっぱ伊藤素晴らしいよ、これはこれですね、この取ってからのカウンター、ルイスが競り勝ってからのカウンターですね、この伊藤のこの切り込みが素晴らしい、素晴らしい、打たせてもいい打たせてもいい打たせてもいい、もうそれは、おー嘘嘘でしょ、シュートー、こいやね、セッティングされた、まずい流れこれは、もうずっと指定してますからねこれね、この癖を直していかないと本当にやばいよ、優勝争いね、これまだ終わってないですから。いやーここだねー、誰ですか、おー嘘、そこ、よーし勝った、よーし勝ちました、2試合ぶりぐらい勝利かな、これやっと勝ちましたよこれ。でもまあちょっと失点がついてるからね、ここ直さんといけんけど、なんと勝ち切りました後半戦ね。でハービーこれ、よーし誰ですか、いけ誰ですか、いけ誰ですか、浮くか、おーイグアイ来た、はい来たイグアイ、右足シュートは、はい出る、そうそこ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 、シュートは危ない、右だぞうちのストロングポイント、ストロングポイント生かせるか、さあ来た、ファギネル、クロス、さあ意外来い、シュートは惜しい、ビラーギ上がってこないと、さあ来た、ビラーギかい、ビラーギクロス、意外シュート入ってきて、うわーなんで終わんのそれ、もう 0-0、 いやでも3パーで前回 3-0 負けたからね、もうこれよしでしょう。でもこれ優勝はもう消滅ですね、これはもうコンパリベートドレス、あと目立つしかない、この切り方で、この切り方で、よーし確か取った、確か取ってからの、からの、タイグアイ来た、シュート、よしよしよし来た、イグアイナイス、タリスカが奪い返してから、イグアイン今シーズン15点目か、イグアインのシーズンです、今シーズンはやっぱりイグアインですねこれね。タリスカ良かったよこの奪い返し、まだコーパリベルタドーレスの可能性消滅していません、これはまだ3位内ね、3位内で本戦出場ですから、プレーオフからね、もうや3戦するの嫌だからね、めんどくさいから。オッケーよ、この奪い返しからイグアインのこの決定力は凄まじい、よしジーノ取った、よしジーノ取った、ジーノ取ってから、よしイグアイン、イグアイン、よしいったいったいった、イグアインさあ来い、イグアイン、はい決めた、シュートー、イグアイン16点目、素晴らしい、ジーノのスルーパスが完璧に、もうこれ奪い返してから、素晴らしい、イグアインとジーノの関係性、この二人すげえな、ちょっとねパラナエースはちょっとあれだね、中盤での つなぎは下手ですねこれ、全部奪われてもここ最近、素晴らしい、イグアインのこの決定力、はい空振りアゾーン、空振りアゾーンよ、はい余裕ができた、空振りアクロス、イグアインヘディングシュートは来たー、イグアインハットトリック、今シーズン17点目、この人の今シーズンキャリアハイスコア、イグアインの全盛期ですこれは、確実に今シーズンはね、やばいねイグアイン、ちょっと毎シーズンごとに良くなってるからねこれ、ちょっとイグアインがやばい領域まで来たのか、ここね伊藤から空振りの関係性良かった、ちょっとおかしいですこの意外なヘディングシュートは。よーし勝ったが、うわー優勝の可能で消滅、まあちょっとね後半戦失点が増えてましたからね、それで勝ちきれない試合が多かった、まあでもねまだコンパリベルトレスの可能性は全然消滅してないですから、あと3位以内か、3位以内狙おう、ナイス、スバルス危ない、シュート嘘でしょ、ルイスに当たってしまった、くそー
こういう無駄な失点が多いな、本当に。前回も失点だったんですけどね。ここっすね。まあ、これしゃあないっすね。これはルイスに当たったのこれ不運ですよ、これは。今シーズンのクイアバの悪さを象徴してる。うわー、ルイスはちょっとダメか、それ。取って、マナラス。いやー、遅い。マナラス出すの遅い。よーし、取った。行くわい。キープしろ。よーし、マーコ行け、マーコ行け。行けた、行った、マーコ行った。マーコクロスが。行くわい。おー、ナイスターン。意外シュートよしよしよし意外素晴らしいターンからシュート今シーズン18点目かイグワインの時代が来たナイス意外ね、全然効きましたよ、これ。覚醒効きましたからね、これ。やっとイグワインが成長できる、これで。いや、今のターンやべえな、これ。なんだ今のターンは。ちょっともうイグワインの調子を表しているようなターンですね、今のは。ここね。いやー、マウコンからですよ、これ。マウコン多分一人で行けなかったね、これ、確実に。で、このターンよ、これはねえな、素晴らしい。うわあ、もうなんであの失点が出たの、あれは。あれはしゃあないですけどね、もうこれは。うん、流れてきた、そうで、意外抜けろ、意外抜けた、よし、意外来た、シュート、まだある、意外、よしよしよし、来た、意外、今シーズン19点目来た、素晴らしい押し込みだ。いや、完全に流し込んだな、これは。ご両親に来ましたけど、これね。これですよ、イグワインの覚醒機が来てるからね。マウコン良かったけどね。もうイグワインはちょっとね、ここ、裏抜けてほしかった、正直、最初からね。でもよく決めた、これは。で、タリスカに入るかい。タリスカに入らないけど、来た、ビチーノ。はい、ビチーノ来た、シュートー、2点目、ビチーノ、後半から入ってきて結果を出した、素晴らしい。これね、これがクイアバのカウンターです。これがね、ショートカウンターだね、今は確実に。いや、イグワインも中心に、もうすげえ回ってなチームがこれ。これですよね、ここから伊藤からね、タリスカに入って、あ、イグワインか、イグワインに入ってから、ここで確実なパス。そして、ビチーノは確実に決める、これ。よーし、勝った、オッケー。コパリベルタドーレスの本戦出場権、まだ可能性残ってます、これはね。3位内に入ればでも本戦から出れますから、まあそこを狙っていこう、本当にね。今シーズン最高順位目指すよ、これは。